ぼちぼち時間だ。アルバーダを攻め落とせ！反乱は始まっちゃった。海軍も来てるみたい。状況は最悪ね。だけど止めるわ。船でちゃんと学んだのよ。諦めの悪さなら。俺たちは反乱を煽っているバロックワークスを止める。ビビちゃんはどうにかして反乱を止めるんだ。みんな分かってると思うが、この戦場には例の変身野郎がいる。いつ仲間になりすましてビビの命を狙ってくるかもしれねえ。少しでも怪しいと思ったら仲間の印を確認するんだ。いいな？分かったわ。あの時のあれね。一味がアラバスタに上陸する直前のこと、ゴーイングメリー号に謎の能力者が乗り込んでくる珍事件が起きた。兵隊が連れた！彼は他人そっくりに変身できるマネマネの実の力を披露。ルフィたちは大いに盛り上がり、その正体を知らぬまま友情を育んだ。友情ってやつは付き合った時間とは関係なしだが、別れ際彼がバロックワークスのエージェントミスター2であることが判明する。一味はマネマネの実の力にどう対抗するか方策を練った。印なら罰がいいな。ビビかっこいいもんな。うん、私もそれがいい。左腕に罰印をつけ、その上から包帯を巻く一味とビビ。少しでも仲間が怪しいと感じたら包帯を取ってその印を見せる。そう決めたルフィたちは円陣を組んで左腕を突き出す。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。今クロコダイルとの決戦に臨むルフィたちの腕には揃って包帯が巻かれていた。バロックワークスに先導されて助
戦いがどんどん広がってる。だけど止めるわ。まずはバロックワークスを倒しましょう。お姫様たちが来たのか。諦めの悪い奴らだ。あの大砲を奪えりゃ俺が敵を一網打尽にしてやるのによ。数が多いな。こいつは苦労しそうだ。この野郎。厄介そうな奴が来たじゃねえか。俺が相手する。仕方ねえ。もう片方は俺が引き受けた。
俺の名はサンジ、海の一流コックだ。この国に手を出すな。サンドン、俺たち、ここはアチシが守る。切れたぜ。まだ息があんのか。あんたの勝ちよ。殺しなさい。どうせアチシは組織に消される運命。何をグズグズしてんのよ。さっさととどめよ。いい勝負だった。もうそれ以上言葉はいらねえはずだぜ。ライバルとの友情の証、アチシ、アチシ泣かない。じゃあな。あ、とどめは刺すのかよ。サンサンドドン、ソンソン、自慢はこれ決めた。Come on!
の身を全身刃物に打て手打撃斬撃は効かん。なるほど、俺がお前に勝った。俺は鉄でも切れる男になってるってわけだ。なんとキアヌ、俺は今まで剣士と名乗る者を傷一つつけられたんだ。お前の核は知らねえ。そういう思い安らかに死ね。本当に鉄を切るほどの実力があるかどうかな。刀一本、俺の技を受け切れるとは思えねえ。いいんだ、もう受けねえ。覚悟あるか。上等。一刀に居合い、死死孫孫。あ
トミックスパート。礼を言う。俺はまだまだ強くなれる。話はアルバムにでもしまっとくな。どうしても無駄だ。どうせこの広場は4時半に吹き飛んじまう。お前らみてえのもまとめて吹き飛ばすためにある場所からここを砲撃する予定なんだよ。今の男ならやってもおかしくない。攻撃手を探して砲撃を止めなきゃ。攻撃するなら高い位置からのはずだ。高い建物の近くに怪しい奴がいねえか探すぞ。悪いけど、サーの命令よ。念には念を。邪魔しないで、殺しかねないわ。この感覚を待って。あの男、もしかして攻撃士じゃない？思ったよりやるよ。今引いてあげる。今すぐ砲撃手の場所を教えろ。ここから見える建物の中じゃねえかと。ちょっと砲撃手の場所を教えなさいよ。貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。おい、ここに怪しい奴がいるぞ。てめえ、この広場を狙ってる砲撃手ってのはどこにいる？一番高い建物の上だって聞いたぞ。させてんじゃねえ。攻撃手はどこだ。お題を受けるような場所を考えれば分かるんじゃねえか。攻撃されたらあなたたちも死ぬのよ。場所を教えて。階段を登らなきゃならねえ高いところだぜ。
急がねえと、ここが吹っ飛んじゃうんだ。早く砲撃手の場所を教えてくれよ。チッ、貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。攻撃手はどこにいるの？答えて！一番高い建物の上だって聞いたぞ。わかった。あそこ以外考えられない。何度も見ていたはずなのに、オーデンだった。攻撃手は間違いなく、あの時計台の中にいるわ。こいつがポーネグリフか、ニコ・ロビン。奇妙というか、なんというか。解読はできたのか？ええ。アラバスタのどこかに眠ってるはずの兵器、それを手に入れてこの地に最高の軍事国家を築く。そのために内乱を扇動し、国の乗っ取りを狙った。さあ読んでみせろ。世界最悪の軍事力、古代兵器プルトンはどこにある？記されていないわ。ここには歴史しか記されていない。何？プルトンなんて言葉は一言も出てこなかった。そうか、残念だ。お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。
オーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る。そういう協定だった。しかし、最後にお前は公約を破った。この国のポネグリフはプルトンの手がかりすら示さねえ。あなたがそういう行動に出るなら、私にも考えがある。ワニはどこだ？ぶっ飛ばしてやるぞ、あいつ！あの奥、ワニっぽいな。